ポルト、ポルトガル北部最大の都市です。人口で言うと2番目に、メトロに乗ってエアポートね、エアポート空港まで行こうと思ってます。ちょっとやばいな、時間が。飛行機乗り遅れし車両なんで E の車両を待ってます。色で分けられてるわけじゃないんでね、その前面に書いてあるこの A と書いてあるんで ABCDE、 あと側面にも書いてます。それに見て見分ける感じです。皆さん空港にね、ポルトの空港に行く場合って市内からだったら、まあタクシーでもいいんですけどね、安くあげるのであればこちらのメトロで行くことができます。メトロの E 線であります。ちょっと時間がやばいですけどね、まあなんとか大丈夫と思うんですけどね。3時5分に出発で1時間前の2時頃到着する予定なんですけどね。でこれがメトロの車内、30分ぐらいかかるって言います。まあ、結構新しいですね。ポルトガル人に皆さん使いますではないです。郊外で メトロの E 線ね、ポルトのメトロの E 線乗ってるところです。で、空港まで向かってるところですね。でこれが次の停車場です。市街地から空港まで30分ぐらいですね。出ます。なかなか新しいです。リスボンも良かったですけど、ポルトの方がなんかいい考えに多いですけどね。すごいね、この停車場で、到着したところです。ポルトの市内から、メトロに乗って7日間、これからスイスのジュネーブに行きます。